9億9900mAh のバッテリーの正体。いや、あの中国のウィッシュっていうショップサイトがあるんですけど、この間そのサイトを見ていたらちょっととんでもないものを見つけまして、っていうのがこれなんですけど、9億9900mAh のモバイルバッテリーがたったの1300円で売られてるのを発見したんですよ。こんなんやばいだろと。っていうかこれ、詐欺じゃん、どう考えたって。9億9900mAh よ。そんなん誰が信じ、買ってきました。いやね、もしかしたら本当にこいつ9億9900mAh あるかもしれない。というわけで早速開けていくと、まあ、こんな感じ。お、マニュアルとバッテリー本体が入ってるっても非常に簡素的な梱包になっております。ちょっと待って、これ。めっちゃカラカラ言う。で、しかもね、重さはめちゃめちゃ軽いです。僕が普段使ってるこのアンカーのモバイルバッテリー、これね、10000mAh のやつなんですけど、これは結構ずっしりなんですよ。それに比べてめちゃめちゃ軽い。これ本当にモバイルバッテリーなのみたいなぐらいの軽さですよ。で、ここに USB のアウトプット、そして LED 電源ボタンと、両端にはですね、USB Type-C とマイクロ USB が付いてるという。で、しかもなんとこいつ、ワイヤレス充電、Qi 充電が可能なんですよね。これはね、結構なかなかすごいんじゃないですか。ちょっとやってみようかな。あれ、いやでも今回はね、いい買い物しましたよ。9億ミリアンペアアワーのモバイルバッテリーなわけですから、しかもめちゃめちゃ軽い。振ればカラカラ音が鳴る。こんな素晴らしいものありますか。これがたったの1300円ですよ。誰が買うんですか、本当に。 In the charging process, the blue pool. 説明書を見る限りはどこにも9億ミリアンペアアワーありますとは書いてないんですよね。いや、僕は信じるよ、中国を。そんなね、誰がね、9億ミリアンペアアワーっていうね性能で詐欺すると思いますか。いないでしょ、普通。普通ないんですよ。普通こんなね、分かりやすく騙す人なんていないんですよ。じゃあつまりどういうことかっていうと、これマジで9億ミリアンペアあるんですよ。ということでですね、実際に皆さん気になるであろう充電性能の次にこいつをちょっと見ていきたいと思うんですけど、こちらですね、9億ミリアンペアアワーのわけですから、理論上ですね、 iPhone 13を約30万回以上フル充電できることになるんですよ。というわけで僕が使ってるこのスマートフォン、バッテリー残量が約 30% ほどあるんですけれども、これをですね、今からこのバッテリーを使ってフル充電していきたいと思います。まあもちろんね、 iPhone 13を約30万回以上フル充電できるわけですから、こんなね、スマートフォン1台をね 30% からフル充電したところで何らね問題はないと思うんですよ。だって9億ミリアンペアアワーなわけやからね。そんなね、 30% からね 100% 充電したぐらいでこれ LED1 個減るなんてことありますか。ないでしょ、だって中国だもん。いや、あるかもしんないわ。いやー、じゃあもう早速充電していこっかな。あれ、 USB 入んのだこれ。え、ちょ、予想してなかった。待って、 USB が入んね。クソきついっすよ、この USB の端子。あ、 OKOK、 入った。何回も抜き差ししてる間にちょっとほぐれたようですね。じゃあね、早速フル充電していって、こいつのねバッテリー性能ちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。あれ、 LED 消えてる。あ、 86%。え、だってまだ 30% から 86% までしか充電できてないよ。え、嘘でしょ。いや、こいつはまだ動くはず。9億ミリアンペアはあるけど、ちょっとなんか本気出してないっすよみたいな、隠してるんだ。ほなるほどね。いや、みんなね、わかるんですよ。いや、お前騙されてんじゃんって思う人いると思うんですよ。いや、違う、そんな古典的なものに僕が引っかかるわけがない。あ、いいよ、じゃあそこまで言うんだったら、じゃあいいですよ。じゃあ分かる、分解してみるよ。じゃあ分解して、今からちょっとマジ確かめてやっから、本当に。ディディン、マイナスドライバー。こいつの中身をこじ開けていくには、まずここにマイナスドライバー突っ込んで、でカバー開くから、これをテコの原理でどんどん開けていくと。よいしょ、固定な、こいつ。早く中見せろよ。全然開かねえ。なんだこれ、忍び込ませて。オッケー、来た。オッケー、開いた。これが9900mAh のバッテリーの正体。いや、あ、でも通りで軽いと思ったわけだわ。だってスマホのバッテリーとかに使われるのと同じですから、これ。あ、これがあれかな、Qi充電用のケーブルがこの基板にくっついてて。そうだね、うん。じゃあ思った以上にさ、正直言っていい、中身が普通すぎて特段何も言うことがない。まああれだけどね、でも最初から詐欺って分かってたけどね。え、いい、これで。ダメか。